や、今日はカスレを作ります。カスレはフランスの郷土料理で、フランスの下の方、スペインとの国境近くにあるラングドック地方の郷土料理です。特徴はカモやガチョウのコンフィとソーセージ、白インゲン豆が入ったパワフルで肉々しい煮込みがカスレの特徴です。今日はコンフィの代わりに手羽先を使って簡単なカスレを作っていきます。カスレって実は3種類あって、一つはさっき紹介した材料に豚肉を加えたもの、もう一つが羊の肉を加えたもの、そして最後に極太の生ソーセージを加えたものが3種類って言われてはいるんですけど、まあラングドックの中の3種類の3つの都市で作り方が違うって話なんですけど、距離で言ったら東京熱海間ぐらいの中の話なので、具が変わるだけで味が劇的に変わるっていうことはまあないですね。なのでカスレは自由です。手羽先はお肉寄りに包丁で切れ目を入れて手羽先先を折って、取り外します。そして包丁で軽く切れ目を入れてたっぷりの水で少し準備をしている間に煮出していきます。その間に鶏皮を切ります。これが今回のカスレの一番のポイントです。カスレのうまさはさっきも材料で紹介したかと思いますが、豚だったり羊だったりソーセージだったり、どの地方もですけど、油が乗った肉を使って、油の旨味がカスレの旨味なので、今日は鶏皮でドーピングして作ろうと思います。あとは玉ねぎですね。玉ねぎは中を取り外して同じ大きさに、繊維を断ち切るようにスライスします。スライス。これで火を通りやすくしたいので、具というよりは出汁なのでこういう切り方をします。ベーコンも同じぐらいの大きさで、バトン状に切っておきます。ニンニクは1片皮を剥いて細かくみじん切りにします。これで準備は終わりです。あとは最後、白インゲン豆ですね。これ一つ言いたいんですけど、豆嫌いな人いるじゃないですか。僕も死ぬほど嫌いなんですけど、グリーンピースとか昔はそら豆とか、もそもそした豆は人の食べ物じゃないと思ってきたんですけど、白インゲン豆に関しては本当に別物なので、これはぜひお豆を入れて作ってみてください。それは鍋にオリーブオイル、玉ねぎ、ニンニクを入れて弱火でじっくりソテーします。ここが一番のポイントかな。これが出汁になるので、中途半端に炒めるんじゃなくてかなりしっかり炒めます。で、下にガリガリ当たってきたら、この煮出している鶏の煮汁を入れながら、焦げつかないようにゆっくり時間をかけて、このくらいですね、こう油が浮いてくるぐらいまで、甘じょっぱい感じが出るまでソテーします。そこにトマトソースを入れてしっかり煮詰めてペースト状にします。トマトペーストを使ってもいいんですけど、まあトマトソース作ったので自分で煮詰めてトマトペーストにしようと思います。手羽先はグッと押したらグッとなるので、これを
火のついてないフライパンに入れて弱火で油を出します。トマトペーストはこんな感じで、まだちょっと煮詰めすぎたトマトソースって感じかな。出汁もこのぐらいまで、煮詰まってちょっと白濁してきたら 2,30 分かな、火を止めちゃって大丈夫です。手羽先は軽く色づいたらひっくり返してまたゆっくり弱火で油を出します。トマトペーストもこのぐらい油が浮いてしっかりポロポロっとしてきたら火から外して大丈夫です。手羽先がなんとなく焼けたら、一口大に切った鶏皮、あとベーコンを入れてプリッとするまで、これも火は強くせず油を抜くようにソテーします。こうプリッと火が入って油が出始めたら取り外してお鍋に入れて少し火を強めて、煙ってきたら、まあ、中火ぐらいに落としたら弱火でもいいかな。でここは普通に美味しそうになるまで焼きます。このまま食べれる、食べたいなって色になったら、お鍋に入れて、油も余さず入れて、これは鶏の油なの でフライパンに白ワインでちょっと吸水であげて、鍋に入れます。そして、鶏の出汁、あとは足りない分はお水でいいので、ひたひたになるまで入れて沸騰させて、ハーブと一緒に蓋をして30分煮込みます。残り10分ぐらいになったら、蓋を開けて、ここからは少し煮詰めていきます。底の方から混ぜてあげて、ちょっと味を確認。で5分ぐらいになったらハーブを取り出してお豆入れます。豆を入れたらここでもう一回味見。豆の汁にも、塩気があるので、この段階でバチバチに塩気を決めるんじゃなく、普通に美味しいぐらいにしてもらえればなと思います。であとここが大事です。あったかいオーブングラタン皿にカスレを入れます。これは温めすぎです。冷めないようにしたいだけなので、ちょっとあったかいお皿に入れてもらえればと思います。このグツグツをオーブンに入れます。ここが僕はカスレの一番のポイントだと思います。ただの煮込みじゃなくて、まあ、もんじゃみたいなとこはあるんで、この油が浮くような感じ、これはオーブンに入れないと出てこないので、仕上げに黒胡椒とパセリを散らして、ボナペティ。これがうまいの。鶏も短時間だけど、こう塩と砂糖でマリネしてるので、こうプリッと、普通のお肉のこう繊維っぽい感じというよりはプリッとマリネしたお肉のジューシー感があるので、すっごい美味しい。お豆もね、ほくっと、ちょっと水分少ないかな、あの最初に拭いたのさえなければちょうどいいかなと思います。まあでも鶏皮もね、ブルブルで本当にね美味しい。鶏皮とこのブリッとした鶏皮と豆、これがたまらんですね。肉ももう身離れがすごくて一生飲めますね、これ。本当にこのムチッと感わかるかな、この鍋際のムチムチ感、ちょっともんじゃの端っこみたいな
これがかすれば一番美味しいので、ぜひ焼いてください。まあ本来3日4日かかる料理ですけど、1、2時間で作れちゃうので、ぜひ作ってみてください。